航空宇宙技術研究所は、総理府科学技術行政協議会により1955年に設立された日本の研究所。当初は航空技術研究所の名称で設立され、8年後の1963年に科学技術庁航空宇宙技術研究所と改称された。象徴再編により2001年1月1日より、 文部科学省航空宇宙技術研究所となったが、独立行政法人化により、同年4月1日より、独立行政法人航空宇宙技術研究所と、組織が変更された。2003年10月1日に、文部科学省宇宙科学研究所、特殊法人宇宙開発事業団と統合をされ、独立行政法人宇宙、航空研究開発機構が発足し、現在に至る、9、 ノルは、以下の三つの事業所からなっていた。現在の宇宙航空研究開発機構の事業署名との対比を示す。航空宇宙技術研究所本所航空宇宙技術研究所の所在地は、東京都調布市新大寺東町7-44-1だが、以前は、東京都三鷹市新川600であった。これは、以前は東八道路側にあった正門が、 三鷹通り側に移ったからである。旧航空宇宙技術研究所の敷地には、次の組織を設置。また、角田空推進技術研究所は、旧、NASDA の角田ロケット開発センターとともに現在は、角田空センターとなり宇宙輸送ミッション本部の所属となっている。研究所の目的は、航空機に関する基礎及び応用研究、次世代の航空機への適用を目指す。 先端的研究である。試験機関としての側面も持っており、大型試験設備としては、各種の風洞群や、スーパーコンピュータの NS システムは、NIS として、企業や大学などからの利用も多い。風速秒速1メートルからマッハ15の極、超音速までの速度領域をカバーする、9つの実用風洞設備を有しており、自動車など、航空以外の産業からの利用もある。 前史及び発足については宇宙科学研究所参照のこと。設立以降、航空宇宙分野の国立研究所として活動を続けてきた。戦後、国産初の旅客機 YS-11 の開発に当たり、東京大学附属生産技術研究所と共同で、主として航空機研究開発の基礎的研究を実施してきた。現在、 東京大学先端科学技術研究センター内にある風土は本研究所と東京大学付属生産技術研究所宇宙科学研究所の3部門で開発を行った手作り風土である次世代超音速輸送機や清掃剣プラットフォームなどの研究開発と協力などを実施2003年10月に宇宙開発事業団宇宙科学研究所と統合され 独立行政法人宇宙航空研究開発機構の一部門となった航空宇宙技術研究所の組織の大部分は総合技術研究本部となり航空及び宇宙の研究分野を合わせて行うこととなった2005年10月に小型超音速無人機の再実験が行われようやく成功を収めた将来的にはコンコルドの後継機を国際共同開発する 計画がある。詳細は、NS システムを参照数値シミュレーションなどを、主とした計算技術にも古くから取り組んでいる。各時代のほぼ先端ランクの HPC 機材を運用してきており、また、メーカーとで開発にも関与している。1993年に富士通と共同開発した数値風土は、当時世界最速のスーパーコンピュータとして話題になった。 前述の統合後にもあるように YS-11 後継機としての中型ビジネスジェット機の開発が開始されており順調に行けば2010年代の初フライトになる予定また超音速機に関しては陸上飛行時に問題となるソニックブーム提言に向けた研究などで NASA との間での共同研究が実施されるエンジン研究では将来を見据えた極超音速機を スクラムジェットエンジンなどで基礎研究が継続されている。その他、次世代運行システム、清掃券プラットフォーム、航空機用複合材料などの研究が行われている。復帰次世代小型ビジネスジェット機は、ホンダ技研工業が開発。次世代中型ビジネスジェット機は、三菱スプスジェットの名で知られているが、三菱重工業が開発したものである。本研究所では、 これらのうち三菱スプスジェットには技術支援などを行ってきたハンディジェットの名で知られる次世代小型ジェット機はホンダ技研工業の独自技術及びアメリカ航空宇宙局エイムズリサーチセンターでの共同研究そしてアメリカ合衆国の連邦航空局による認証によって生産・販売が開始されたもの現在存在する海上港湾 航空技術研究所とは無関係である。このため、郵便の宛名画期的には、調布の文書が三鷹で、三鷹の本所が調布、という逆転現象になっている。なお、鉄道駅からは、京王の調布駅、国電の三鷹駅のどちらからも遠距離程度に遠く、バスの便が良いのは、三鷹駅よりも吉祥寺駅である。ちなみに、ロシア連邦では、すでに、 スーパージェット100と呼ばれる機体が初フライとしているが、将来この機体と競合することはない。なぜならば、スーパージェット100は100人登場の商用機であり、ボーイング社の737クラスの機体である。本研究センターで開発している機体は、YS-11 の後継であることからわかるように、40人から50人登場の機体のため、 離島便や途上国でのプロペラ機を置き換えるなどの用途を目指して、省エネルギー活定コストの機体の開発を進めている。1、鉄道のテクノロジーボリューム1新幹線三栄処防、2009年、ありがとうございます。